現在も北陸は雪がどかどかと強まっている報告届いております。宇野澤さん、はい、明日も大雪に警戒が必要ですか？そうですね、あの北陸に関しては明日、場合によっては明後日も、うん、その影響を大きく受けてしまうかなという流れとなりそうですね。はい、それではですね、まず現在の雪の量を見ていきたいと思いますけれども、こちらの方が8日金曜日午後6時現在の積雪の深さなんですが、新潟県内津南の方では2メートル57センチということで、平年のこの時期と比べるとですね、1メートル以上も高く雪が積もっているといった状況になっているんですね。はい、でこちらの強い雪の要因としてあるのは、この日本海にあるしっかりとした雪雲の方がちょうど北陸付近にこう入り込んできているんですけども、うん、これはいわゆる JPCZ と呼ばれているものなんですね。はい、で JPCZ というのは北西の季節風が山の周りを回ってちょうど日本海でぶつかり合って雲の列を作るような状況となります。うん、でこの雲というのは非常に活発で強い雪を降らせやすいんですね。はい、でこの後の流れというところを見ていきたいと思いますが、こちらの方色の青い濃い青いところが雪が強いところなんですけども、ちょうどですね、画面左の上の方がずっと伸びてますけども、これがいわゆる JPCZ というものです。はい、で時間の方を進めていくとですね、やはり北陸のあたりにずっとかかり続けてしまうんですね。うん、でこちらの方ですけども、あさっての昼頃まではやはり続いてしまうかなといった流れとどうもなりそうです。はい、でそれに加えてなんですけども、上空1500メートル付近ではマイナス10度ぐらいの強い寒気というものがやはり居座ってしまうということもあって、この後も雪の量だいぶまとまりそうです。はい、今日午後6時から10日日曜日のそのお昼12時までに予想される積雪の増加量なんですけども、こちらえんじ色で書かれたところが50センチ以上なんですね。で場所によっては1メートル以上さらに加算されるという形とどうもなりそうです。まあ、北陸あと東北南部の方を中心にまた大雪に警戒が必要な状況というのがまだ続きそうですね。はい、わかりました。この後も大雪の情報を随時確認するようにしてください。安全確保の上お過ごしください。